はい、カンピョーネの辰巳です。クロールの、リカバリーの時に、遠いところに手をグッとこう入れていくと、タイムが遅くなる傾向にあります、ね、それを、続けた方がいいですかっていうちょっと質問あったんでね、ちょっと答えていきます。そんで、まず、遠いところ、結論から言ったら遠いところを入れていってタイムがぐっとこう落ちていくようであれば、遠くに入れていく必要はないと思います、ね、で、これも得て増えてっていうのがちょっとあって、ね、で遠いところをね、ぐっとこう持っていくとね、まあ変えてくるぐっとこの長さね、長さがまあ増えて、有利に働く人とね、でもう一回ぐっとこうね遠いところに入れてしまうとね、次ね書くときに若干こう手をぐっと伸ばした状態から書くっていう動作で筋力がねちょっと落ちてしまってパワーが発揮できへんっていうパターンの人もやっぱいてると思うの でそのパターンにもし当てはまってたら遠いところに手を入れていって書くっていうのはちょっと不向きやとはねやっぱり思うのでね、だからその遠いところに入れるんじゃなしに、まあちょっとまだちょっと近場ね、近場のところで書いていくっていうような感じでやってみてもらったらいいと思いますね。で実際的にね犬かきとかでまあちょっとテストしてもらったらいいんですけど、脇がビヨッとこうね伸びるとこまでぐっと伸ばした犬かきと、で別に脇のね脇をピンって伸びる前に書いてくる犬かき、これねどっちが早いかっていうのをまず一個ちょっとテストでちょっとやってみてください。ほんで明らかね手をしっかりぐーっとね伸ばして書いていく犬かきの方がタイムがちょっと遅いんであれば、まあこの手をぐっとの遠くに伸ばしてね、ほんで水入れていってほんで書いてくるっていうストロークは向いてないとは思うんで、でそんな感じでちょっとやってみてくださいね。まあその筋力ね、筋力が発揮できるかできへんかっていうのが大きなポイントとなるん で特に短距離の場合はそれは結構ね大ダメージになると思うん でやっぱりね力がしっかり入ってかけるところをしっかりと変えていくっていうのが一番理想やと思うから、遠くにね手伸ばした時にタイム落ちるようであったらそれをちょっと中断してちょっともうちょっと短いところに手を入れていって書いてくるというようなねスタイルでやっていたらいいと思います。はい、以上です。